本日は、焼肉を、焼いてまいります。安倍晋三です。焼肉という言葉は、ディズニーですよ。不思議なものがあります。肉を焼くという単純、明快な作業は、大変奥が深いものであります。こうして、私が肉を焼いていますと、当時の、私が内閣の長を務めていた時、多くの罵声や、や、あ、それ、ご意見をいただきましたが、こう見えても、私は、自民党の焼肉官房長官であります。自由のことは、結果であります。100の焦げ肉よりも、1のパーフェクト肉です。肉を食うときのドアは、常にオープンにしてあります。これはもう、肉の絨毯、焼肉で、最も重要なことは、結果であります。黒焦げ。しかし本当に真っ黒なのは肉ではなく、二階元幹事長の方であります。産業廃棄物は国民の皆様にバレないよう隠すと真面目に焼いてまいります。まさに、これですよ。しんちゃんの焼肉店の堂々のオープンであります。最後の一枚を少し待つ。これができる国会議員だけが内閣総理大臣になれるわけであります。今の焦げ肉を捨てる一連の動作、これを見抜けた者はかつて私の盟友の一人である麻生太郎議員ただ一人であります。これほど肉を焼いても焦げ付かない網、この技術の素晴らしさ、これはまさに美しい国、こういう国を、日本を取り戻したいわけであります。この音がですよ、肉の焼ける音を、この音を例えば、国会で流せば、国会の討論も、もう少し、有意義になるのではないでしょうか。この音を聞けば、福島、某福島、議員も、職を取り戻す可能性があると思いますが、野党の皆さんも、安倍なんか、下ろしてないで、牛肉をもっと、市場に下ろすべきではないでしょうか。議席数は、減らせますも、焼肉を焼く枚数は減らせません。残り時間も少なくなってまいりましたが、私が内閣総理大臣として在籍していた期間がどれほどか、皆さんご存知でしょうか。約8年になります。普通できませんよ。その活動を支えてくれたのは、もちろん自民党の同胞ではなく、国民の皆様というわけでもなく、そう、肉であります。最後の最後まで、この肉を守り抜く。焼肉に終わりはありません。ここまで多くの肉を焦がしてきましたが、必ずしも私が責任を取ればいいというわけではありません。ということもありましたが、私がもう少し若ければ、この倍の記録と支持率を叩き出せたで、しょうが、ここは後進に譲る思いで、私は今日、正解、いや、焼肉会を去るわけでありますが、私より、スコアが低い国会議員の、特に、岸田君と野田さんには、さらなる努力を期待したいところであります。